譲渡会出発、40分前になりましたね。さあこれから、もろもろの準備をしてですね、頑張って出かけましょうか。こんなケージで参ります。はい、なぜか準備をしていたらジャン君が甘えてきました。ジャン君、ちょっとお出かけはするけどね、なんとなく察知したかな。やべちゃん、はい、入りましょう。またちょっとお出かけですよ。はい、はい、いいですよ。はい、いいよ。はい、はい、はい、大丈夫。もう大丈夫だ。はい、大丈夫でしょう。3度目の譲渡会です。さあスタンバイはできましたよ。はい、2人ともやっぱりちょっとビビり気味ですね。まあ何回来ても慣れないね。お家のものの匂いがちょっとするものがあるからね。はい、じゃあちょっとかけとくよ。これがね、パンダちゃんなんだ。なんかシオンくんパンダ柄だなってちょっと分かる。シオンくんはでもブルーっぽい方に似合ってるね。これか、そうだね、そのイメージだな。これか、今のこの、あ、ちょっと、もう一個のやつはちょっと違ったよね。これはちょっと基本的に違うよね。そうね、今までは使ってないけど、まあ、そうだね。ヤブちゃんは、これシオンくんで、ヤブちゃんは赤っぽいやつ。そうなるね。か、まあ黄色も可愛かったけどね。これ黒なんだけど、なんか派手で可愛いかなって。まあね、これは白クマがいる。どうかな、これがいいかな。ちょっと一瞬借りてさ、つけてみようか。あ、つけてとか、こう横に置いてみようか、うん、買うのとかね。これと、あ、やっぱこれかな。まあ一番馴染むんだね。そう、じゃあこれ、でも、ちょっと水色はこれ、ラブ塩逆がなんかいいかな。ラブ塩逆、うん、こう、うん、いるよね、うん、絶対いるよ。トガタケンみたいな。そうそうそう、ね、ここにあるよ。ここにあるよ。あ、ガムザム。
お隣が大騒ぎだね。はい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 。うん、そうだね。はい、ラブくん。まあ相変わらずですね。本当だね。あれ、ずいぶん端っこに行っちゃうのね。はい、じゃあラブちゃんをちょっと。ラブちゃん。あらららら。はい。これこうやって抜くやつか。うん、パチッと取れるよ。でも抜けちゃう。パチッ、パチッっていう。これもこうやって入れるの。そうそう。はい。あら、ラブちゃん、ラブちゃんの方が弱虫さんになる。そうだね。あ、ラブくん、ラブちゃんねえ、ラブちゃん、あら、しゅんくん、はいで、しゅんくん、しゅんくんを剥がそう。しゅんくん、はいで、はい、ラブちゃん、しゅんくん、はいはい、はい、ザビエル。かわいい、かわいい、ザビエルちゃんね。派手だね。はい、今日は塊になってます。はい、ラブくんはもう僕はここにいないんだよっていう顔になってます。なんかお顔変形してるんだけど、ラブちゃん。君君君、ラブちゃん、いつもの100分の1くらいになってるよ、うん、もっとかな。ラブちゃん、しばらくやっと来たけど、ラブシオくんの、まあ、兄弟ですね、弟妹たちっていうのがあります。ちっちゃいね。これだけ小さいとすぐ慣れそうだね。もうめちゃめちゃ甘えん坊さんに言ってたの。ラブシオにも書いてあるんだけどね。そうだね。この固まり方が血筋かな。はい、1時間半経ってもまだこんな状態ですよ。ラブちゃん、ジョー君、ラブちゃん、猫かぶっとります。せっかくザビエルにしたのに。チュール食べる？チュール食べる？いいの来たんだけど。チュールだよ、チュールだよ、見向きもしません、チュールだよ。ほら、あ、ちょっと見たか。どうですか、どうですか、どうですか。指につけて、鼻につけて。おいしい、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 おいしいね。あ、匂う？隣の子が、うん、どうですか。匂う？チュールの匂いする？もうちょっとしたらきっとね、もらえると思うよ。美味しいね、すごく美味しいね。美味しい、美味しい。あ、ちょっと飛んじゃったね。
めっちゃ食いしん坊のラブくん。はい。いい食べた。うんうん、美味しいね。美味しいね。はい。あ、食べた食べた。食欲はあるんだね。あったりだ。はい。うん。美味しいね。美味しい美味しい。うん。あ、鼻についちゃった。お鼻についちゃったよ、ラブちゃん。鼻ペロして。あら？舐めるのね。うん、美味しいね。ちょっと触ったけど目なんか細くてすぐ荒れる見ることなんで目すぐこうなっちゃうので、遊びに行って遊ぶのはずっと遊んでて、いる時間結構多かったんで、もうだいぶ寝たなっていうふうに思うんですけど、はなちゃんは結構今すごい眠たいので、すごく話すと結構長々な、うん、リカさんね、美味しいね。ちょっと興味出てきた。あ、なんか音がするね。もういい、もういいの、ないのかい。じゃあ僕兄弟見に行こうか。出ちゃうんですよね。どう？いや、出ちゃダメです。多分ママが一緒なんだよ。何して行ったのかな。大丈夫、大丈夫。後ろ階段。お父さんが2階の階段のところに柵をつけて出られないようにする。そーっと降りるのね。はい、お帰り。お帰り。はい、帰り着きました。はい、ラブちゃん。どう？うちですよ、ここが。お、しおんくんは、おお、二人ともなんか元気じゃん、君たち。っていうか、ちょっとだけ逃げようとしてない？ちょっと隠れるとこ探してない？ちょっとだけね。はいはい、はい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 。喧嘩してたから暴れたい。そうね、今日は運動が朝しかしてないもんね。はい、しおんくん。大変でしたね、しおんさん。ラブちゃんにね、お腹の中まで入られてね。あれ、ラブちゃんのベッドがこれなくなってる。ベッド下持ってったの、君。落ちちゃったのかな、うん、結構あの端っこに。はい、それではお留守番。ご苦労様でした、ジャンくん。ワンちゃん、ただいま。真っ黒いところに真っ黒で。はい、あの中で待ってんの。あ、あの人もあそこから入ってきてる。うん、はい、はい、はい。どうする？ちゃん、しゅんくんは上で食べる？大変だったね。上で食べよっか。はい、どうぞ。どうぞ。はい、待ってるのも大変でしたね、あみちゃん。じゃん、じっちゃん。